やっほー、いい子のみんな元気にしてたかな。今日もくるくるくるの時間が始まるよ。 We fold 右プラス Y run fast or die hard。 はい、この喋り方疲れるからもうやめようね。クリア率は 12%、ベストタイム19秒。こちらのコースを遊んでいくる。スタートで気持ち悪くなってしまった方、本当にごめんなさい。諦めないで最後まで見ていってくださいね。なんだこれは、こうやってクッパをいじめていくステージ。あれこのキノコ取ってるんじゃないのかな。取れてない判定なんだ。大きいキノコ取りたいけど、ワンワンも降ってくるし、パズ君も降ってくるし、チャーストキノコも降ってくるし、鍵ドアにお邪魔します。ゴールじゃないんかい。なになに、ここタス倍率、タスで入るの。いや嘘だよね。いや信じる信じる。もう一回やり直して、今度は右と Y、 右と Y 絶対離さない。死んでも君のことは離すもんか。なんか今日のくるくるくる気持ち悪くないですか。やめてくださいね。残り3、2、1、入れるか、入ったか。あれタイムアップ。あ、ここからスタートするんだ。なるほどね、そういうことか。何パターンもルートがあったのかな。もしかしてさっきの1回目やられちゃったところも、あのままボタンを押し続けてれば何かがあったのかもしれない。油断したな、やられたな。せっかく面白いコースを作ってくれたのにね。 We fold 右プラス Y run fast or die hard。 スマイリーさん、どうもありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくる。それでは次はこちらのコースを遊んでいくる。マリオの果てまで行って、 Q 復活ツアー巨大 M の上右プラス XA 押し。難しいな。上右プラス XA、 OK、 やっていくる。はい、遊ぶ。押してるよ、もう。上右プラス XA、 今から押してるからね。さてどんなコースなのかな。押してるよ、本当に大丈夫。上右、上だけとか右だけとかとジャンプボタンを押しっぱなしにするっていうのはあるけど、上右プラス XA をずっと押してるっていうのは初めてだわ。面白いかもしれない。でもね、指が結構痛いわこれ。うん、タイミングがずれないか不安になってくる。入れる？お邪魔します。まだ押してるよ。なんか書いてある。今 Wii U の画面がバグって読めなかった。結構バグるんですよ、私の Wii U ゲームパッドの画面。このヒゲ親父ムカつきますね。上にいる人、なんかこのにやけ顔、思春期どうすんじゃないんですかこの人たち。孝太郎さん、よし、絶対思春期どうすんでしょうこの人。靴を履いてまだ押してるよ。バックでもいいよ、思春期どうすん。トゲゾを踏んで、トゲゾ？トゲメットか。うん、いいな。今日暑かったですよね、それにしても。東京30度ですよ。あー、食欲が湧かないな。食欲が湧かないまま、このまま、ダイエットできればいいんだけど、いや、それはダメですね。やっぱり、しっかり食べて、いっぱい動いてダイエットっていうのが最高なのかな。あ、上に土管があったんだ。まだ続くんかーい。結構長いね。はい。そろそろね、特に上と右を押してる親指が痛くなってきた。このエリアで終わりにしてくれないとやばいかもしれない。指離しちゃうかもしれない。なんか指離してもぶっちゃけなんとか手動でクリアできそうな気はするんだけど、それはやっぱりコースを作ってくれた方に失礼かなと思うんでね。このまま、あー来た、ゴールだ。あー、よし、指離したぞ。会いたかった。はい、右と上と X と A 押しっぱなしのコースでございました。ありがとうございました。通天堂銀国さん、はい、次のコース遊んでいくる。はい、それではお次のコースはこちらにしましょうかね。カジュアル KE1 ゴールデンランディのかな。うん、カジュアルってスペルこれだったっけ。まあいいか。それでは遊んでいくる。なるほどなるほど、スターランか。スターランとは思わなかったな。カーブを叩いて戻って、スターを補充して上か。はいはいはい、任して安心のくるくるくるでございますが、いきなり安心できない。
え、待って、どっちに行けばいいのか全然わからなかったんだけど、今みんなわかったかな。レッツゴー、行くぞー。バネを弾かれて連続でパーを叩いてから下ジャンプ、上のパーを叩いて、またここ難しい、よいしょ、靴を履く、そしてここでジャンプ、乗り捨てる、オッケー、完璧、上でしょ。なんやねー、間に合わないじゃん、引っかかっちゃってた。いけいけ、頑張れマリオ、お前ならできる、信じてる、ただのヒゲのおっさんじゃないって。よいしょ、これでいいかな、オッケー、今度はいい感じ、こう来て、こう来て、いけ、おー、間に合ったー。正直ギリギリだった。これで中間だよね。オッケー、ありがとう。いくよ。よーい、どん。こう来て、はい、お邪魔しますからの。次は、こっち、はい。こっち、鍵をゲット。上、上。靴を履いたら、パウ、パウ、パウ。これでいいのかな？あーれーまー。そりゃ初見では難しいわな。うん。ここでまた乗り捨てか。このスターをどこで取るかが結構難しいような気がするんだけども。今度はさっきよりも早く来てるつもりだよ。オッケー。いけいけ、マリオ。これでどう？パウ叩いてない。このやられるのを待つスタイル。ほほう。いやー、やられるのを待つマリオさん、お勤めご苦労様でございます。いくよー、行ったよー。どこに行ったの？帰ってきてー、マリオー、カムバック。オッケー、もう来てー、これね、スタートからゴールまでうまく決まればすっごい気持ちいいと思う。おすすめです、決まればね。うん、はい、お邪魔します。あれ、もしかして今のピンスイッチ踏んでもらうのを待ってた方が良かったスタイル。よいしょ、これでいいのかな、突破できたかな、いいのかな、いいんだよね、お邪魔します。中間ポイントだと思う、やっぱりね、もう一個ぐらいあると思ったんだ、チェックポイント。パウを叩いて、バネ弾かれなかった、大丈夫か、大丈夫だったっぽいけど、パウを叩けない、畜生め、やめてー。で、はい、あー、スターのままあれを奪いか、これは厳しいわ。このコースよりチャマさんにベストクリアタイム狙ってもらいたいわ、本気で。よいしょ、ここ難しいよ。あ、いやー、ちまったー、なんで久しぶりにやらかした、かかし病、畜生め、まさかこんなところでやるとは思わなかった。よいしょ、オッケー、一発でここまでは戻ってこられたぞ、恐怖かかし病。よいしょ、なんて言ってると、カカシさんのファンの人たちに倒されちゃいそうだから、これ以上言うのは、いやー、でも言いたい。カカシ病発動。よいしょ、畜生めー。これでいいかな？はい、お邪魔します。からの、こうです。こうです。間に合ったー。割とね、慣れてしまえばここは余裕。次がなんだっけ、ああ思い出した、バーニューで弾かれてからの、くそ、ここで多分パウを叩いてそのまま入っていけるんだろう、タイミング的には。あーああなんでここまで来て最初からやり直しちゃったんだ。落ち着いて、くるくるくる、いけー、頑張れ。よいしょー、来たか、これ。嘘でしょ、マジっすか、もっとギリギリジャンプべ。
よし、スムーズにとはいかなかったけどクリアすることはできたよ。よかった。難しいわこのコース、でもすっごい面白い、爽快感抜群でございます。カジュアル系1ゴールデンランクリアすることができました。ありがとうございます。チャマさん、もしこの動画見てたらぜひこのコースでベストクリアタイム狙ってみてくださいよ。すっごい面白いですよ。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録皆さんぜひよろしくお願いいたします。皆さんのコース募集もしてますのでどんどんお寄せください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。